こからやってきたのか、宇宙空間を放浪する細長い彗星オウムアムア。化石化した巨大呪文かもしれない。成功うどくシリーズ7、宇宙フェンスの9。太陽系の一番外側にある彗星の巣というオールトの雲より、さらに先の宇宙から飛来してきたと想像される。この彗星は膨張をしており、普通の彗星のように長い尾を引かずに太陽に接近してきたという。発見したのは2017年10月14日である。ハワイ・マウイ島にあるパンスターズ望遠鏡が発見している。この彗星に付けられた名前がオウムアムア、ハワイ語で遠方から来たものという意味があるという。地球に一番接近した距離は2400km、月との距離は約60倍ほど太陽に近い遠方を通過している。長さは400メートルから1000メーターほど、直径は40メーターから180メーターの間ぐらいと想定されている。地球上で見られる巨大な棒状で宇宙空間を飛びそうな自然物といえば、メタセコイアという名前を持つスギ科の巨木か、デビルズタワーの異名を持つ岩石山である。同じく両方ともアメリカに存在する。シナ、中華の大陸以南に生育している樹木で、巨木になるのは黒檀やシタンが有名である。両方とも水に沈むほど緻密で硬い材質を持っている。名前の通り、黒檀の材質は黒く、シタンは紫色をしている。シタンで作られたものは正倉院御物として保存されている。琵琶という楽器が有名である。タガヤさんは鉄塔木と書くほどに硬い芯材を持つ樹木で、同じく水に沈む材料である。遣唐使が細工された仏像彫刻として持ち帰っているのが最初のようだ。仏教寺院の芯柱や床の間の化粧柱として珍重されている倒木である。シナ、中華の天目山という山には有名な禅宗の寺があり、日本からも南宋の時代に学僧がここで修行をしている。この寺で使用された茶の実茶碗が有名で、日本では曜変天目茶碗と称せられる。この茶碗の特殊な釉薬をそれなりに発色させるためには強力な火力が必要だったと思われる。硬い芯材の耕さんが焚き木として大量に使用され、1350度というとてつもない高温を出していたと思われるのだ。その高温がなければ曜変天目茶碗は焼かれなかったかもしれない。東京都港区麻布山
麻布山善福寺という寺にあるイチョウの木は鎌倉時代から存在していたようで巨木となっている。イチョウの木は超古代から存在する樹木としており、樹木と言われており、沖縄の海溝からは富士川から津波により流されてきたと思われるイチョウの木の根が発見されている。地球年代記で言えば、今から3億年前、何もかもが巨大に成長した石炭紀の頃、爆発的な地殻変動や巨大隕石の衝突により宇宙空間に弾き飛ばされた巨大なメタセコイアの木や、同じく巨大に成長した黒檀、シタン、タガヤ山、イチョウの木が存在したと想定できる。遠い宇宙の彼方まで飛んでいった超古代の樹木の破片が巡り巡ってまた地球に帰ってきたとしたなら、オウムアムアのような姿に変わっていたとしても不思議ではない。それともどこか宇宙の彼方にある地球に似た星から巨大な樹木の破片が化石化して飛んできたものがオウムアムアかもしれない。宇宙空間を何の方向性もなく漂っているように見える浮遊物を、やれ UFO だ、宇宙人だという前に、太陽系起源であるがために巡り巡っていつかは戻ってくると思った方が、宇宙のリズムに思いを馳せるロマンがあって良いと思うが、いかがなものであろうか。さて、実物のオウムアムアはどのような経歴を持っているのであろうか。といったところでおしまい。